皆さんこんにちは、アルディスです。今回はですね、おなかさんから岡山駅の映像を提供していただきましたので、そちらの方をまとめさせていただきました。当チャンネルも数年前から何度か岡山駅動画にしてるんですけども、まあオープニングで3回目と書いてありましたが、実際にはもっと多かったです。まだ見られてない方はそちらの方もかなり面白い内容ですので、ぜひ見てください。概要欄に載ってます。何度も動画にしてるとはいえ、この駅本当に毎年何か面白いことをしてくる路線が多いので、何度来ても飽きませんね。ちなみにおなかさんは今回初岡山だったそうです。いただいた映像はなるべく全て使用しているのですが、おそらくおなかさんが当チャンネルの過去動画をご存じない可能性もあり、以前取り扱ったものもある場合がございますので、そのあたりはご了承ください。ということで岡山駅の動画スタートしていこうと思います。まあね、何度かね、以前動画として取り上げていますので、改めて紹介するほどのものはないと思うのですが、岡山駅はですね、利用者は中国地方の中では広島駅よりは、少ないんですけども、まあ、やはりね、瀬戸大橋線、まあ、要はその本式3線とかね、向かう、JR 四国の特急列車とかがね、乗り入れていたり、あとまあマリンライナーもそうですけど、そういった車両たちがね、乗り入れているおかげで、四国方面へのアクセスのね、重要な駅として、の役割を担っていたりします。あと非常に国鉄車がね、多いことでも、有名な駅でございますが、このようにですね、一部の、運用で、227系を、見ることもできます。まあ、非常に国鉄率が高い駅として有名なのですが、まあ、吉備線とかですね、津山線の車両は、227系に、置き換えられることが、決まっておりますので、まあ高い国鉄率っていうのも、ね、時間の問題なのではないかと言われております。まあ、いよいよね、岡山からそれこそ、国鉄車が、ね、なくなってくるとなると、本当に JR 西日本管内で、国鉄は、言われるようなところは、おそらく山口県エリアの国鉄ではないでしょうかね。まあ、とは言われても、213系とかね、新しい車両も、いくつかいるのはいるので、完全に国鉄車が消えるというのはまだまだちょっと先なような気もしますが、このようにですね、まあ、227系だらけになる可能性は十分あるということで、今のうちに岡山駅の撮影をしておこうと思い、おなかさんにお願いしてきました。最初はですね、サンライズ出雲瀬戸港の琴平伊能行きの車を撮影しております。まあ、何度か以前過去に、ね、岡山駅を取り上げたといったも言っても、早朝から、撮るということはしていなかったので、岡山駅でサンライズの、ね、切り離しを見るということも、当チャンネルでは、したことがないので、せっかくですので、ね、その増結解決の、ね、内容を見てもらいました。まあ、サンライズの、ね、解決シーンなんかは多分他にも、ね、動画がたくさんあると思うので、わざわざうちで取り上げるほどのものでもないかなと思っているんですが、まあ、結構ね、近鉄とかと、その解決のね、シーンが違いがありましたね。結構、まあ、列車自体もかなりでかいですし、で寝台特急のね、切り離しというのも非常に珍しいですからね。こうやって周りに、すごく、まあ、おそらく乗車されていた方たちでしょうかね、撮影されている方がかなり多かったです。結構ざっくり、カットしている部分もあるのですが、まあね、その辺は、きっちり見たい方はですね、多分うちよりも全然いいカメラので映像でね、ある動画がたくさんあると思いますので、そちらの方を見てもらったらいいなと思っております。なんといってもね、この連結ホール外して扉閉めるまでのね、この迫力といいますかね、すごい、ダイナミックな
動きといったらいいんでしょうかね。こういうのはサンライズ独自の、雰囲気だと思うんですけども、列車に反射してこれ見えてると思うんですけども、あのすごい数の人たちがですね、撮影に来ておりました。まあ、この時はですね、まあ、金曜日ね、翌日土曜日でしょうか、琴平委員長をしてるということでね、週末ということもあってサンライズの乗車率がかなり高かったようですが、ちなみに左側が、サンライズ瀬戸号の、高松琴平方面駅ですね。で右側が、出雲号出雲水行きとなっております。先に瀬戸号の方が発車いたします。8番乗り場から新大特急サンライズ瀬戸号琴平駅発車いたします。そして、ね、連結カバーを取り付けて出雲号も、順次出発ということになっております。続いての車両は JR 四国の発展系電車ですね。こちら特急潮風として使用されております。岡山駅からですね、能線、本線、離散線を経由して、予算線の方に入っていくということになっております。まあ、松山方面へ向かう特急列車ですね。さあ、そして岡山といえばこのもう黄色に、ね、一色に塗られた、有名でございますが、こちらは115系でしょうかね。そして岡山駅といえばやはり381系、特急八雲号ですね。そういう今右側走ってたの多分福山レールエクスプレスじゃないかと思うんですけど、なんかさ、これ多分気づいてなさそうですね。はい、非常に右側にもね有名な貨物列車が走っておりますが、こちらの方がやはりね注目度は大きいんじゃないでしょうか。 JR 西日本に残っている唯一の定期国鉄特急列車ということになっております。こちらも順次新車に置き換えられていくということが JR 西日本からね発表されています。とまあこんな感じでね、岡山駅かなりいろんな車両が乗り入れてくるんですけども、まあ今回の案内はここまでとして、ここからですね、まあ特に珍しい列車が来ましたり、ここで紹介していこうかと思います。それでは最後までゆっくり練習してください。一応ですね、かなり長い動画になると思うので、タイムスタンプ下に置いておきますので、そちらの方も参考していただいて使っていただいたらと思います。はい、失礼いたします。
ました。ご利用いただきましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。スマートフォンや携帯電話を操作しながらの通行は危険ですのでおやめください。また列車をお待ちの時は黄色の点字ブロックまで下がって足元の白線ブロックで間隔を空けて2列に並んでお待ちください。点字ブロックは目の不自由なお客様の大切な道しるべです。点字ブロックの周りは広く空けていただき荷物に注意ください。お客様にお願いいたします。スマートフォンや携帯電話を操作しながらの通行は危険ですのでおやめください。また
お客様にお願いいたします。スマートフォンや携帯電話を操作しながらの通行は危険ですのでおやめください。また列車をお待ちの時は目の不自由なお客様の大切な道しるべです。展示ブロックの周りは広く開けていただき、荷物などは置かないようにお願いいたします。いつもご協力いただきましてありがとうございます。